どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけた BOSE.io、 ちょっと名前がわかんないですけど、別の読み方かもしれん、ボアズちょっとわからんとりあえずちょっとやってみます。チュートリアルからですね、とりあえずこう囲んだらなんかこう取れるよみたいな、そのホールドと IO 的なゲームですよねガイドが出るんですね、ちゃんとね。まあ、ガイドを無視していくスタイルね、とりあえずガイド無視して、まあ、とりあえず囲んだらそこが陣地になり、まあ、徐々にこうでかいものとかを囲んでいけるようになりますよみたいな、まあそういうゲームだっていうのは分かった上で、ダウンロードしたんでね。さあいきなりオンライン対戦が始まりましたね。あー、オッケー、なるほど。ちょ、待って尻尾を追いかける猫みたいになりましたけど、意外とむず、意外とちょっと操作慣れるまでむずいですけど、どういうことやろうな、8人いるから、その中で1位なりゃいいっていう感じなんですけど、1位がもう 2.23 キロでしょ、俺460なんですけど、端数ほどしか稼げてないっていうね、なるほど、結構長くなるんですね、割と囲めば結構長くなるから、どでかく、早い、思ったより早かった。なるほど、とりあえず4位でしたね。広告早い。すぐ始まりますね。あー、7プレイヤー。あー、なるほど、ドベのやつがドクロマークついとるから、ドベのやつだけどんどん脱落していくよスタイルですね。なるほど、意味が分かった。とりあえず、まあ、ドベにならんように。で、点数は引き継ぐのか。前回から引き継ぐ。で、長さも引き継いどんかな。結構長いもんね。最初から長いから、あれ、引き継ぐパターンですね、多分ね。オッケー、大体理解はした。つら、マジで邪魔やな。ほんと、俺消そうと思ったやつ、終わった。まあ、3位通過です。はい、6人減ってる。そして点数も引き継いでる。多分、長さはそんな引き継いでねえな。なるほど、長さはまた1からっていう感じやな。オッケー、まあ、ルールはもう全部把握した。ちょ、取られた。これ取られるとかあるからな。なるべくみんなから離れといた方がいいんだね。オッケー、とりあえず、ちょ、今回時間もちゃんと把握してる。残り10秒。ちょっともう邪魔、こいつ。カウントダウンめっちゃ出るやん。冷静に見たらめっちゃカウントダウン出てましたね。よーし、あとちょっと。これで1位全然いけるな。まあこれで、割と長くはなったはず。よし、もろこし。よし。囲めた、オッケー。これはでかいですね。つうか、もうあとちょっとで1位。あとちょっとで1位来た。よし。あとはもうこれ維持するだけなんで、コツをつかんだ今、もう負ける気はしない。ここから抜かれることはねえだろ、多分。よし。とりあえずこれも全部囲めるでしょ。よし。もう余裕っすね。つうか、インフレしてんだな、点数。いきなりめちゃくちゃな点数いくから。なるほど。はい。まあ、だから後半の方がウエイトは重いよって感じですね。だから序盤コツをつかんでなかった時に、まあ、大幅にね、コンピューターリードはされてしまいましたが、もう余裕ですね。もう残念ながらコツをつかんだ今、ね、もう負ける理由がござせんわ。もう早くもね、消化試合感がすごいですね。もう圧倒的な1位やから、これ、ラストタイマンなるんかな。まだやるね、タイマンでやるね。もう、俺正直さ、何もしなくても勝つんじゃねえかぐらいの勢いで。これでまあどうなるかですよね。優勝おめでとうっていう感じで、1話完結で終わるのか、レベル7ってなっとるから、ここから8になっていくのか、まあその辺ちょっと興味深いですが、どうでしょう。どういうことやろう。11勝してる人とオンラインで当たってるってことこれ。ちょっとわからんな。で、いや、ほんで敵の点数もどういうこと、まあ、これ対マンバトルになるってことかな。いや、ちょっと待って、負けとるがな、ちょっと。なんとかなりそうよ。これも多分囲んちまえば。ちょ、囲んだやろ、今。危ねえ。なんや、今の。よし、ってことで、You won! ってことで、レベル8になりました。何やろこのゲーム。最初8人体制やったのに、ウィン1からのまた、どんどん挑戦者倒していくモードになんか変わりましたね。なんかゲームの質がちょっと変わった気はするんですけど、割と接戦。これで、やばい。よし。いや、これも勝ちでしょ。もう無理っすわ。よし。これはなんだ、どんどんとにかく勝っていく。
きゃいいのか。まだのこのゲームの概要的なものは18連勝してるやつがいる。ただ今残念ながら俺機内モードなんですけど、機内モードなんで確実にこれ AI なんですよ敵が。それを分かっちゃってるのがねちょっと残念なんですよね。機内モードじゃなければワンチャン、あ、強い人間と戦えてるのかなっていう気分にはなれますけども、つうかさ、これきついな。ちょっとマップをさまだ把握できてないんだよね。ちょっとやっぱ公園的な、ホールドット .io でいう公園的な場所とかを知ってる方が絶対有利なゲームな気がするんです。ちょっと待って、あと6キロ、結構追いつか、後ろもいけんのか。こっちもいけるんだな。よし、これ結構ポイント高いんちゃう。そうでもない、4000点か。ちょっとこれ全部囲めば追いつけるはず。逆転勝利、いやいけない。いや逆転勝利まで、いや、ちょ、いけない。いや負けた、負けました。で広告見たらやり直せるよってこと。どういうオンライン対戦だよ。あーだ、一回負けたらまた8人からスタートなんですね。なるほど、まあまあこういうモードですよっていう理解をした方が良さそうですね。これきついなマジで。勝ってたのにさ、なんだろうか、強い場所がどっかあんのかな。ドガって増えるんですけど、俺が見てない間に。見てない間のドガって増えるのはちょっと下せんな。とりあえず、まあ10連勝できたから、まあ、いっか。とりあえず、まあ、こんなゲームだよっていうのは分かったんですけど、ただ、モードが他にもあったんで、ちょっとそれ以外の、これ以外のモードもね、ちょっと見ていこうと思います。ソロとバトルがあるから、ホールドット IO も結局何が面白いかってソロだったから、あー、いいね。僕さ、ホールドット IO めっちゃやってたんですけど、あれがね、99% までいったんかな、99% か 98% ぐらいまでいってたんで、ちょっとこのゲームも、どこまでいけるかね、ちょっと全飲み込み、街全飲み込みをちょっと目指して、ちょっと、むしろこれは、オンライン対戦というか、まあまあコンピューターですけど、AI とオンライン対戦するよりは、やっぱりこう、過去の自分と戦う系統の、やっぱこういうモードの方が面白い。ああ、いいね。あ、やっぱね、ちょっとずつこう、長くなってくると、俯瞰になってくるから、結構街を全体をね、こう、見渡すことができますよ、的な感じなんですね。いいですね。さあ、これはでもさ、めちゃくちゃ効率よく行ったところ、ああ、公園ある！公園がありましたね。なるほど、あの辺近くからスタートだったら熱いパターンじゃねえかな。なるほど、だいたい分かってきましたよ。このソロモードをちょっとずつ学びながらね、ちょっとやっていこうかなと思っておりますが、さあ残り10秒。いやーじゃあ 25% 増えますもん。25% っすよ、めちゃくちゃな量いくやん。これはちょっとちょっとやり込もう。よし、 OK。 もうこのゲームは、このモードが絶対面白い。手応えがねえんだよな。やっぱ、間違いなくソロのが面白いですね。とりあえず今バトルモードがどんなんか、とりあえず触るだけ触ったんですけど、まあ、普通に1位で、これで終わりだったんで、もう、ソロランだけですね。これの 45% を、限りなく100に近づけていく。それだけをちょっとやっていこうと思います。間に合えばよし50%。ただまだこれで50だからな。とりあえず、おチャンス、公演スタートですね。やっと来た。やっと公演スタート。あー、もったいねー。よし。まあ、今のロスはそんなに大したロスじゃねえだろうと思う。いや、序盤でこのゴミが多い。このゲームね、もう約2時間ほどやり込んで分かったんです。なぜ公演が強いのかとか、その辺も含め、このターンを使う可能性が非常に高いので、説明をさせていただきますと、このゲーム、どれを囲んでも 0.1% なんです。なので今 2.3% 増えたって、23個囲んだよっていうだけの話でですね、どんなに小さいものを囲もうとも、でけえものを囲もうとも、0.1% しか増えないんですよ。だから最初は小物がいっぱいあるところがいいに決まっているんですよ。っていうことに気づいて、
一気にね、ちょっとこのゲームがクソゲーになったんです。ホールドットアイオーの何が素晴らしかったって、でかいビルを、吸い込んだらね、一気にやっぱパーセントも増えたわけですよ。そういうのがこれないんで、もう小物が多い公園とかからスタートしないと無理っていうね。スタートの位置次第でパーセントが増えないっていう運ゲーなんで、ということでもう58では上等。正直 100% これ無理です。ということでね、ちょっとやり込む価値もないかなっていう感じになっちゃいましたね。ということでございまして、今日は BOZ.io というゲームを紹介させていただきました。皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。